今日の動画は今年も俺らのことを襲いつけている夏に関する企画。夏の暑さがわかる画像たちをまとめてみたからみんなで見ていくぞ。今年は猛暑超えて酷暑らしいぞ。気をつけろよな。マジで最近の暑さはどうにかしてくれ。外で仕事してる人とかはマジで尊敬だぜ。やっこほー、どうもコテゾーです。そしてチビゾーです。というわけで今日は、今年の夏がヤバすぎるおかげで思いついた企画。夏の暑さが尋常じゃないせいで捉えられた画像たちをいろいろ集めたからみんなでもっと危機感を持ちつつ、笑っていこうぜー。危機感を持ちたいのか笑いたいのかどっちなんだよ。今年の暑さはヤバい。って毎年のように言ってるよな俺たち。40度とか超えたら普通に生きていけないぞ。そんなわけで今日も夏の暑さを理解しながら、みんなでこの夏を乗り越えられるような動画を作っていくから、チャンネル登録と高評価、待ってるぞー。それが俺らのパワーになってるぜ。というわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、まず最初に紹介したい画像はこれだぜー。太陽の熱を利用してトーストが作り上がるという奇跡だ。いくらそこまで熱いって言っても騙せねえぞ。しかも焦げる手前ぐらいだからちゃんと食べ頃じゃねえか。トースターは最低でも180度ぐらいらしいから、日本の夏もまあそれぐらいあるんじゃねえか。義務教育の敗北とはまさにこのことなのか。でも夏のアスファルトって触れないぐらい熱くなってるよな。チビゾウがこれを嘘と言うならこれはどうなんだ。このテストのリプライに焼ける前の食パンの画像を見た人がいるんだぞ。X 民の謎の団結力とかいらねえんだよ。どっちも悪ノリで労力をかけすぎだって。しかしアスファルトに食パンを置くとトーストが出来上がる。今年の夏は要注意だな。もう今のコテゾーは夏の暑さに脳がやられているぜ。そして夏の暑さを利用した料理をしている人もいたんだが。車のダッシュボードに肉を置いて焼けるか実験だな。もし焼けたとしても食べたくはねえな。でもそんなんで肉がこんがりするのか。太陽にさらされた車のダッシュボードは80度を超えるらしくて、アルミホイルに巻かれた肉はローストビーフみたいになっていたぞ。真偽は不明だがな。そうだとしても食中毒とかヤバそうだな。そしてお隣中国も夏は暑いらしく。車のボンネットでバーベキューをしているぜ。これは確実にわかるが絶対食べられたもんじゃないだろうな。ボンネットなんか一番汚れが付着するとこなんだから。画像からわかるぐらいボンネットが汚れてるのによくできるよな。しかしさっきのダッシュボードより調理できそうと思うのは俺だけか？いや、俺もボンネットは鉄板ぐらい熱いと思ってるぞ。ちなみにボンネットにハムを置くとこんがりいくそうだ。オバマの自由研究を発表する場じゃないんだぞ。俺もこれを小学校の頃に思いついてたらやりたかったぜ。一番信憑性が高そうなのは、このハムの画像なんだが果たして夏の暑さはどれだけ食料を調理できるんだろうか。太陽光で調理は普通しないんだけどな。けど全部本当と思っていいぐらい今年の夏はヤバいぜ。よし、ここからはいろんなジャンルで夏の暑さを理解していくぞ。それじゃあ次の画像はこれだ。路面店の食品サンプルたちだな。暑すぎて溶けてるじゃねえか。心なしかこっちの方が美味しそうに見えてしまうんだよな。まあ抹茶ラテは誘導感があった方が美味しそうだからな。逆にこの方が飲みたいと思わせられるんじゃねえか。でも夏の暑い日にホットドリンクは拷問だぜ。だよな、よし。それじゃあ次も同じようなものなんだが。お弁当屋さんの食品サンプルもへたれていたぞ。肝心のおかずが見づらいのは草だぜ。綺麗に真っ二つで分かれてるんだな。まるで俺らのようなお弁当だな。全くロマンティックじゃないぞ。それじゃあ次の画像はこれだー。車内に放置したコーラの末路だ。おい頭パンパンじゃねえか。こんなにも膨張したコーラなんか初めて見たぞ。なんかこれにも現象名とかありそうだよな。頭がいいリスナーさんがいたらコメント欄で教えてほしいぞ。エイリアンみたいなコーラ、もう飲めないだろうな。しかし夏に飲むキンキンのコーラは最高だぞ。文章だけ飲めしてろ行為やめろ。それじゃあ次の画像はこれだ。これが撮影されたのは北海道だ。夏のイメージとは真逆の北海道でもここまで暑くなるんだな。物珍しさにみんな写真撮ってるもんな。北海道仕様で35度ぐらいまでの温度計なのにそれをカンストしてるからたまらなく暑そうに見えるよな。マイナス30度まで用意してるのも北海道すぎるけどな。はいはい、それじゃあ次の画像に行くぞ。暑い日にクーラーをつけないといけない理由がこれだな。冬はすらねじ曲げる暑さってヤバすぎんだろ。けどこれはこれでありなのか。さすがスケベすぎて楽しみ方を見出してるな。ジョジョとかのフィギュアだったらいい感じになりそうだよな。ジョジョ立ちにさらに磨きをかける太陽光。ほぼジョジョ一部の波紋じゃねえか。すまんジョジョ話で脱線してしまったぞ。そんじゃ次の画像に行こうか。
俺らの夏の味方が夏に負けた瞬間だ。自販機が負けたら俺らはどうしろって言うんだよ。こういう事態も起こるって世紀末すぎるだろ。確かに日本から飲料水を奪ったら何も残らないもんね。大体マコテゾウは日本全体を敵に回したぞ。いろんないいところがあるんだよ、日本には。全く見当たらないぜ。そんじゃ次の画像はこれだ。まずはこのシフトノブを見てくれ。結構綺麗な色をしたやつなんだな。こういう色ってなんて言うんだろうか。しかしこれはだな、夏の暑さによって変色したもので。これが本来の色らしいぞ。太陽光でシルバーが抜けてしまったっていうのかよ。それじゃあとんでもねえ原石を見つけた感じだぜ。太陽光で作られた鉱石みたいなもんだな。これはこれで高く売れそうだぞ。そんじゃ次の画像はこれだ。暑い日に放置したグミだな。グミの一枚板は見たことねえよ。でもグミが好きな人とかはちょっと嬉しいかもな。大きなグミにかぶりつきたい時にはうってつけだぞ。まあ一度溶けてるから美味しさは保証できないが。よし、それじゃあ次の画像はこれだ。夏の扇風機売り場だ。やっぱり扇風機が一番の涼しさだよな。クーラーでもいいんだけど、扇風機からしか得られないものというか。これを理解してくれる同士はいるか？申し訳ないが俺はわからないぞ。断然クーラー派だ。俺みたいな思想のやつがこの扇風機たちを買い占めたんだろうな。はい、次の画像だ。これこそ世紀末だ。そろそろ世界の終わりも近そうだな。こうなってくると生存する方が難しいぜ。ただカンストしているだけで、もしかしたらこれ以上かもだぞ。マグマの中にいるみたいなことだろ？いっそのこと焼いてくれ。そっちの方が涼しいまであるな。よし、そんじゃ次はこれだ。かわいい水着の代償だな。うん、これはこれでセクシーだからいいと思うぞ。もうちょっとズームで見せてもらっていいか？ダメだ、なんでもスケベな考えで処理するから画像紹介もままならねえぜ。チビ像のためにも次の画像に行くぞ。これは海外なんだが、45度を超えてアスファルトが少し溶けたらしいぞ。おいマジかよ、芸術的すぎるって。こうなったら横断とか難しそうだぜ。異世界に続く扉とかってこういう感じだよな。近づいたら転生してしまいそうだぜ。それなら逆に行きたいだろ。よーし、そろそろラストスパートだ。気合い入れていけよう。信憑性のある一言だな。これはさすがに信用できるな。確かにここまで暑かったらアフリカとかと対立できそうだぜ。暑さ比べとか子供すぎるって。でもこの人が言ってると、言葉の奥行きが違うよな。そんじゃ次の画像はこれだ。犬もへばる暑さだぞ。可愛いし暑さもわかる最高の一枚じゃねえか。人間も夏は毎日こんな表情だぜ。俺らも可愛いって言われるんだったらするけどね。俺らはする前に地上で干からびるだけだって。俺らが夏に YouTube をやれてることは奇跡ってことか。そんなわけで次の画像だ。プロペラもやる気がなくなるらしいぞ。申し訳ないが俺らのために動いてくれー。こいつが回ってくれることで多少は涼しくなるんだよな。そうやって毎年の夏にプレッシャーをかけすぎてこうなってしまったって言ったら、まさか暑さでへこたれたんじゃなくて、俺らのプレッシャーが原因とは。なんかめちゃくちゃ申し訳なくなってきたぜ。冷房とかには感謝だな。よし、次の画像だ。夏の暑さを知っているほど気持ちいい画像だな。うわぁ、俺もこういうことしていいよ。夏に外で動き回った後のこれはたまらねえだろうな。これでしか味わえない快感とかありそうだからやってみたいぜ。外で働いている人はマジで尊敬だ。それじゃあ次の画像はこれだぞ。プラスチックコップは要注意だな。バーベキューとかで大活躍なのにそんな危険性があったのか。全自動水こぼしとかなかなかしんどいぞ。暑さを溜め込んだ場所にプラスチックを置いているとこうなるから、コップ以外のものにも注意しておきたいな。それじゃあ今日ラストの画像を紹介していくぞ。さすがにそうはならないだろ。なったとしても汚すぎて食べようと思わねえよ。ということで今日は、夏の暑すぎる日々を再確認するような暑さがわかる画像たちをいろいろ見てきたぞー。やっぱり毎年やってくる夏は人類の脅威だぜ。これを見て熱中症対策をしようってなったぞー。よく言うが、クーラーをケチって熱中症になる方がお金がかかるからクーラーはしっかりつけるんだぞ。じゃあこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。